5月12日衆議院第一議員会館で世界連邦日本国会委員会総会が開催され、斉藤区長が出席しました。世界連邦日本国会委員会とは、超党派の国会議員により設立され、国連改革や環境問題などさまざまな課題に対して日本の取るべき指針や政策を議論しています。この会議では世界の共通言語 SDGs の考え方を施策の推進や成果の管理に取り入れ、事業の見える化を進める本区の取り組みについて斉藤区長が発表しました。 SDGs とは2030年までに貧困や格差、環境問題などの課題を解決し、将来にわたり持続可能な社会を作るため国連が掲げている17の国際目標のことで、今世界で注目されている取り組みです。 SDGs の推進はイコール共生社会づくりの推進であるという考え方で、現在3つの共生に取り組んでおります。1つ目です。新型コロナウイルス感染症との共生です。患者のみならず取り残されました陰性の子ども、あるいは介護が必要な高齢者、障害者、こういった方もですね、ホテルで一体に一緒に過ごしていただけるように、まあ、SDGs の誰一人取り残さないという考え方で取り組んでいるところでございます。2つ目の共生です、スポーツを通した地域共生社会づくりです。パラスポーツができる環境というのは、子どもから高齢者まで誰もがスポーツを楽しむことができる環境であるというふうに考えております。3つ目です。環境との共生です。区民とともに作り上げる共生をテーマに SDGs を推進していきたいと考えております。その実現に欠かせないのが共生を可視化する街、そして共生をエンジョイする街という考え方です。目に見える形で共生を作りまして、しかも区民が楽しみながら取り組めるというのが持続可能な街づくりにつながると思っております。区はこれからも誰もが安心して暮らせる街の実現に向けて積極的に取り組んでいきます。